2019年10月15日火曜日夕方17時半を過ぎました。こんにちは、木村美香です。木村美香のラジオみたいなテレビ、ミカラジ TV スターティーン。バイナラー、バイナラー。始まったばかり。皆さん、台風19号どうでしたかね。いろんな地域でなんかいろんな災害が起こっていて、神奈川台風並みだって言われていたのが、この静岡県内よりももうすごいいろんな地域で大変なことになっててね。えなんか私ちょっといつもミカラジ TV にメッセージをくださるこの LINE の LINE アットあるんですけどね、そこでなんかこんなのんきなことやってていいのかななんて一瞬ちょっとメッセージを送るのちょっと一瞬どうしようって戸惑ったんですけど、いやでも被害がない私たちは普通に生活をすることでそれが復興の力になると思いましたので、普通にのんきな LINE のメッセージを送らせていただきました。そしたらなんと今日はね、新しい方もメッセージをねたくさんくださって嬉しいね。ちょっと後で読みますね。でね、ちょっと私頭の中でずっと流れてる歌があって、また歌の話で申し訳ないんだけど、あのね、この台風で、あ違う、10月のこの3連休で多分各地域お祭りが多いところがあると思うんですけど、私が住む地域でもこの3連休でね、12、13、14ってお祭りだったんですよ。ただ12は台風で流れて、13、14と縮小版でお祭りをしていたんですけど、毎年ねカラオケ大会をやってるんですよ、おじちゃんおばちゃんたちが。で13日台風が過ぎ去って、洗濯物ねベランダで干してたら北酒場が聞こえてきたわけ。わかりますよね、北酒場放送があったかしらね。でまたさ、そのおじさんがさあんま上手く なかったから下手くそって心で思いながら洗濯干したら、今度もうそれが離れないわけ。北のってずーっと言ってんの、女を酔わせる恋があるってね。ね、このカメラの向こうで青木ボリュープロデューサーがね歌って踊ってるけどね、なんかそうやって1個入っちゃうとずっとそれが流れちゃう、この私の癖がね。前もほらトンボがずっと流れてたって言ったでしょ、今回北酒場がねずっと流れてんのね。女を酔わせる声があるわね、ずっと頭の中で回ってて、それを歌える私もちょっと面白いなと自分で思ったんだけど、でその前にちょっと前の話なんだけど、あの季語ね、季節を表す言葉で日冷めって氷の雨って書いて日冷めねっていうのがあるって聞いたら、今度その日冷めが出てきちゃって、私はね日の美香の日冷めだったんだけど、飲ませてくださいもう少しっていうのがねずっと流れちゃって、今度青木ボディさんも歌ってるんだけどそうなの、そんな風に、あ、女優レースが持ってきたよ。そんな風にね歌って本当頭の中をリズム変えてくれるんですよね、良くも悪くも変えてくれるから、ちょっとなんか暗い雰囲気、自分の中で暗い雰囲気になっているときはなんか歌が入るとそれにずっと行っちゃう気がしませんね。あ、ほら女優ライトで今日も綺麗に見えますか皆さん美しい人はより美しく、そうでない人はそれなりにらしいですが、そう、そんなね歌でねずっと頭の中流れてるので、今日はその北酒場がずっとな、今日ではこのところ北酒場がずっと流れていて、でちょっと歌うとまた違う歌が流れてるんだけど、で、ね、この前、あ、昨日一昨日かない、Facebook で私の知り合いが少年隊のことを書いてて、またそれで少年隊が流れるわけですよ、しばらくね。そうするとまたそれがこうフェードアウトしていって北酒場に戻るのね。ちょっとこの北酒場ね、そうそう変えたいんだよな。なんか向こうでマイク持って歌ってる人がいるお人よしがいいんだよね、くどかれ上手がいいんだよねちょっともうこうやってね歌の話してるとねずっとねしてられるね。でも何の歌歌ってるんですか。今夜の恋はだね、タバコの、やばい、これ本当にずっと歌える愛の歌後で歌いますねそうそう、そんなね面白い、ちょっとこの3連休のうちの、ね、2日間を過ごして、で今日焼津 TV ここに来るまでまた車の中で、ね、でっかい声で歌いながら来ました。なので今ちょっと今声はいい状態です、はいまあ、ちょっとお便り読んでいこうかな。
今回皆さんにメッセージをお願いしたのがね、このだんだんこうやっとなのか、やっと寒いというか朝晩涼しいし肌寒くなってきません？やっと。もしかしたらもっと前から10月入る前ぐらいから多分涼しいはずなんですけど、今年弱に暑かったからなんかずっと暑いんですけど、このやっとこう肌寒くなってきたこの季節に食べたいものなんですかっていうのをね、あの皆さんにメッセージをお願いしたんですよ。そしてね、今回ね、初めてメッセージくださった方がね、みからじネーム華やかな小鹿ってね、私も動物占いは華やかな小鹿なんですよ。ブリリアントバンビね。ただこの方も華やかな小鹿なんですけどね、字が面白いの、華やかなっていうちょっとね、華やかなのがちょっと意味が違うんだけど、メッセージいただきました、ありがとうございます。この時期食べたくなるのは肉まんです。わかる、肉まん今いろんな肉まんあるもんね。なんかなんだっけ、特製とかさ、なんか豪華なちょっとお高い肉まんもあるもんね。学生の頃、塾の帰りにコンビニに寄ってよく肉まんを買っていました。寒い夜には何よりのご馳走でした。美味しいよね肉まん。今コンビニの肉まんもいろいろあって美味しいですしね。昔私が記憶にあったのは、他にあったのかな、井村屋の肉まんが美味しいって、肉まんとあんまんが美味しいって思ってたけど、今いろんなコンビニも美味しいし、あんまんはちなみに私は粒が好きなんですよ。こしあんも多いけど粒が好きで、何でもかんでもあんこは粒が一番いいんですけど、カレーまんも好きです。カレーまん好きですか？私ね、ピザまんがちょっと苦手なんですよ。ピザは好きだけど、まんになるとちょっとなんだろうな、ちょっと手を出さないんですよね。で今回ね、チーズまんっていうのを見た。チーズがね、たくさんの種類のチーズが入ってるのにって、なんとかフォルマッジってさ、ピザあるじゃん、チーズだらけの、あんな感じなのかな。あ、マイクつけてなかった、私マイクつけてなかった、失礼しました。よかった気づいて、ごめんね。で、なんだっけ、肉まんね、カレーまんも好きだし、肉まんも好きだし、あんまんも好きだけど、ピザまんがあんまりって今話しました。ごめん、声が遠かったね。大丈夫ですか？すいません。でね、もう一人ね、初めましての、ね、メッセージいただきました。みからじネームがね、新車きたのね、ありがとうございます。ちょっと今度見せてもらおう。思い切ってメッセージを送ります。ドキドキってハートマークでメッセージくださいましたよ。寒くなってきて食べたいものはおでん。私は餅入りの巾着が好きです。おでんの残りの汁は煮物の出汁にしたり、味噌汁にしたり、鍋物にしたりと活用してますと。美味しいよねおでんもね。もう今ね、頭は食べ物でいっぱい。こうおでんもそのお家の味が絶対あるでしょ。コンビニのおでんも美味しいけど、コンビニもさ、ここのコンビニのおでんが好きってきっとみんな好みもあって、ここはしょっぱいとかさ、味が濃いとかきっとあると思うんだけど、私昔ね、学生時代にローソンで、学校の近くにローソンがあって、つゆ、卵とかおでん、卵と大根しか買わないのに、つゆいっぱい入れてくださいとお願いしてたことがあって、つゆが美味しかったんだよね。そういうのも思い出すし、なんかその少ないお小遣いででもちょっとあったかいもの食べたいななんてやってたなって、このお便りねもらって思い出しました。餅も好きだけど、何が好き、私ね、練り物、その時によって違うのか、練り物も食べたいし、大根食べたいよね。そう考えるとさ、大根でしょ、卵でしょ、こんにゃく食べたいでしょ、ちくわも食べたいじゃん。で、餅入り巾着とか食べてるとさ、お腹いっぱいになるね、すぐ。牛すじとかまで行く？あ、でもなんか私さ、おでんは夕飯になりますかっていうのをたまに聞くんだけど、おでんは夕飯のおかずになりますか、青木さん。なります。青木さんはね、おでんは夕飯のおかずになるんですって。ならない人もいるじゃないですか。おでんはおでんだと、おかずにならないから、もう遅い日はご飯も別に何もいらないっていう人もね
いるの。であとは家族が多いからお電話おかずにならないとか言わせないっていうね女性もいた。もうお電話もう今日の晩ご飯ですって言って、家族が多いとそういうやっぱ鍋物がねすごい助かるって言って、なんか脇プロデューサーが遊んでるミカラジ TV の猫の旗をね持って遊んでる。そんなエピソードちょっと思い出した。おでんでそんなお家もあった。で、これはナントさんありがとうございます。このね少し寒くなってくると、ね、ラーメンが食べたくなるって。味噌4味噌4味噌4イントネーションが分かんないな。味噌4のなんかなんて読むの、大分麦味噌ラーメンが美味しいんだって。味噌4っていうのはどこにあるんですか。焼津ですか。焼津のインターの近くにねある4種類の味噌ラーメン、4種類の味噌ラーメンのお店。へえ、知ってるかな、これ見てる人知ってる人いるかな。それしか食べたことない。それしか食べたことない。他にも種類はあるんですね。だけどそれが美味しいんだ。へえ、ラーメンもね好みが本当にあってさ、私が例えばここのラーメン美味しいよって思っても確かに美味しいけど私はこっちが好きとか僕はこっちが好きって好みって絶対あるじゃないですか。だからラーメンって本当に100人いたらきっと 100個の好みがあるぐらい微妙な、しょっぱさとか辛さとか濃さとか薄さとか、あと出汁もね鶏が好きとか、何煮干しが好きとかあるもんね。ラーメンも確かにラーメンって食べなくなったかも。こう私前も言ったかな、あの昔ながらのさっぱりした醤油ラーメンが好きなんですけど、なかなか今そういうラーメン屋さんなくて、こう背脂がいっぱい乗ってるとかニンニクいっぱい効いてるとかそういうラーメン屋さんがちょっと多いなと、探し方がうまくないのかもしれないけど思っているので、この昔ながらのね醤油ラーメン食べたいなって思う。ラーメンもいいね。野菜がいっぱい乗ってるラーメン最近食べたんですけど、あの麺にたどり着く前にお腹いっぱいになってきちゃって野菜で、ちょっとなんかいつも言うけどこの胃がお年頃なので昔のように量が入っていかないっていうのがちょっと悔しいね。だうどんとかそばも天ぷらとか乗っかってるの食べたいんですけど、天ぷら先食べちゃうとうどんが半分ぐらい引っ込んでいかなくなるとか、だからつってじゃあ先にうどん食べちゃうとせっかくの天ぷらが入んないとか、なんかねこの胃がお年頃ってすごい微妙じゃない本当に悔しい。目はね食べたいんだよ、だけど受け入らないっていうか入るんだけど後が苦しいからちょっとね、本当目は欲しいの、目は欲しいんだよ、あちこち目は食べたいんだけど困っちゃう、本当に困っちゃう。でこれはね、これもメッセージテーマでいただきました。ずんとこペロンチョさんいつもありがとうございます。ね、鍋とおでん欲張りね、わかるけどね。これはね、あのねみんなで囲む鍋とかおでんってあったかいものを食べるからだけじゃなくて距離が近くなって気持ちもあったかくなるのと自然と口数が増えると、そっかそっか、確かにこう何あれ取ってとかこれ取ろうかとかそういうことも含めてってことかな、ね、鍋奉行ですか鍋奉行ですか。違います。青木さんは鍋奉行ですか。ルールあります、なんか鍋はこうしたみたいな。特にないです。私も特にないんですよ。あのこの前も高校の時のちょっとみんなで集まった時に私鍋の前に座っちゃったんです、うっかり。座る気はなかったの、こう詰めて座ったら私たまたま鍋の前に座っちゃったの、あ座っちゃったと思って。私はやりたくないの、あのいや私は食べたいからだから席変わってもらった、ちょっとここやだって変わってもらったら今度そこ焼肉だったんだけど、焼肉のあの焼く前に座っちゃって、えやだ肉も焼きたくないと思って、私はただ食べたい係だけど、でももう映る席ないからしょうがない肉焼き係になりましたけど、でもそこは肉食べたい人がそんなにいないゾーンだったので楽でしたっていう、ちょっとどうでもいい話なんだけど、そう鍋は私は食べたいだけなの でこれを先に入れろとかもうちょっと待ってとかそういうこだわりは一切ありません。鍋の締めは何がいいですか。鍋の締めは雑炊とかいろいろ、あと理想は雑炊です。卵ふわふわの雑炊なんですけど、さっきも言ったように胃がお年頃なのでそこにたどり着けないんですよ。もう苦しくてもう締めとかいいになっちゃう。どうですか、どうですか。
メイン？麺あ麺そううどんでもいいしラーメンでもね食べたいの食べたいから麺は食べたいの麺は食べたいだから本当に悔しいねそういうのが締めだって美味しそうじゃんこうふわってさちょっと蓋してさ蒸らしてさふわっと開けたらさうわーって香るんだよ卵とネギが青々しててさあー美味しそうってなるんだけどじゃあ本当に食べようかとするともう二口三口でも本当にお腹いっぱいになっちゃうんだよね私はお酒飲まないのでお酒でお腹いっぱいになること本当にないし悔しいね本当に悔しい食べたいのに食べるのは大好きだからだからそうなるとスイーツも食べたいって計算をすると本当に少しずつになっていくんですね食べる量が欲張りだからさでも確かにみんなでいると食べたいのもあるけど話しながら食べてるから確かに距離も近くなるしあれ取って私はねその自分でやりたくないから取ってほしいからあれ取ってこれ取ってって言えば会話も増えるし確かにそれはいいことだよねねえ食べたいちなみにあのあきらさん今あきらさんいらっしゃるんですけどあと6時半からのあきらさんねいらっしゃるんですけどお鍋何鍋が好きですか辛いのとかあるじゃないですかお魚タラが入ってるタラが入ってるの、はあ、シンプルねシンプルね今あのなんだっけ味もたくさん売ってるじゃないですかいろんな味のだし、なんていうのなんていうのつゆいろんなのも売ってるけど何鍋の素とか何が好きですか豆乳鍋って多分豆乳鍋おしゃれだね食べたことないからね豆乳鍋食べてみたいなってあ青木さんはちなみにキムチ鍋がいいなキムチ鍋いいねそうかキムチちなみに辛さは辛いのが好きですか、うん、うーんあー食べたくなっちゃう誰か作ってだって自分で作る気はない今ね本当元がいろんな味があるからそうねいろんなそういろんな味が売ってるでも私もそうやって言われると食べたことないあんまりチャレンジしたことないかもなんかシンプルに昔からあるようなだしで食べてる気がするなあなんかすき焼きとかも食べたくなっちゃった青木さん今度ここで鍋パーティーしましょうよなっつってしたい無理じゃん土曜日とかそうなんだなんかそういう楽しいの楽しいご飯でさっきの5時間のリムリムも言ったけど質なんですよね食事も睡眠もさっき質だってリムリム言ってたけど食事も私も質だと思っていて若い時って例えば焼肉で言うと質より量だから安くてガーッといける焼肉屋さんとか、うん、定食屋さんとかおかわり自由なところって言ってたかもしれないんですけどだんだんいや量よりも質がいいなって思うとちょっと高くてもいい肉食べたいなとか美味しい魚食べたいなってお店を選ぶようになってきてるなって最近思うんですよねで量が本当に食べられなくなるからこそなんかちょっとあーラーメンもここのラーメンもいいけどちょっとこっち頑張って食べたいなっていう時もあったりあー肉食べたい肉食べたい昨日食ったいいな。ちなみに何肉ですか？豚？牛？牛？昨日は牛丼の。いいね。あ、牛丼。今もう私頭の中は食べ物でいっぱいだから何でも美味しいと思う。卵もいいです。美味しかった。皆さん今日の夕飯何ですかって聞いて。食べたい。もう夕飯の時間だもんね。みんな今支度してるもんね。きっと支度しながら聞いてくれてるのかな。それか私のねこのいつもの時間ちょっと中途半端な時間だから動画で見てくれてる方がちょっと多いとは思うんですけど、なんか何食べようかな今日。もう食べ物のことで頭いっぱい。食べることは大好きなので、あ今回もねその台風でもし停電になってもいいようにと思って普段やらないね作り置きをしたわけですよ。普段あんまりやらないんです。本当にめんどくさがりだからやらないんですけど、その日に冷蔵庫にあるものでなんとかするので、でもその時もわざわざ買い物行くんじゃなくて冷蔵庫にあるもの、もし停電になったら冷蔵庫から冷凍庫とかもダメになっちゃうと思ったから、今あるものを使い切ろうという気持ちでその作り置きをしたわけですよ。なんか
1年半分ぐらい台所にいた気がするのたった1日しかいないんだよ。12日の台風がもうやってくるよって時から13日の朝昼前ぐらいまでちょっと台所にずっといただけなんだけど、なんかすごい疲れちゃって、停電になっても火を通さなくてもいいようにと思ってやったんだけど疲れた。だからね、料理する人偉いなってすごい思ったし、作り置きをほら1週間分する方とかいらっしゃるでしょ。インスタグラムとかでもそういう投稿してる方いるじゃないですか。1週間分ちゃんとこうやって料理乗っけて、こうやっぱ 5、6食ずつこう小分けにしてるっていう、本当に偉いなと思って、私やっぱり無理だと思った。その日パッて冷蔵庫開けて、今日はこれにしようで私はいいんだっていう、今回ね台風で気づきましたよ。本当に疲れちゃって、でもおかげさまでこの 2,3 日その作り置きをしたご飯で全部済んでるので、ご飯の下からすっごい楽なんです。でもね、そろそろ飽きてきた贅沢だよね、贅沢なんだけど飽きてきました。おにぎりもすっごいコラショと作ったから、今おにぎりをね食べてます。ちょっとねそろそろ飽きてきたので、お茶漬け、明日あたりお茶漬けにしてもいいかなと思って、塩昆布入れてねお茶漬けすると美味しいでしょ、美味しいでしょ。ちょっとほうじ茶もあるからほうじ茶入れようかな、いいでしょ。そういうご飯で良くなってくるね、だんだんこう年齢を重ねると。肉も食べたいと思うけど、なんか漬物とおにぎりだけでもいいって時もあったり、なんかそこが子供の時は絶対ありえなかったご飯が、もう今ごちそうになってる自分がいて、はあ、これが美味しいって思える年になったんだなって、ちょっとしみじみねしますよね。ね、漬物もね、もうきゅうりのきゅうちゃんとか美味しいしさね、しば漬けも美味しいしさ、もうダメ、もう本当に今株が好きですか。自分で漬けたりします。ぬか床とかね、あ、そうなんだ、やってみたらいいですよね。 あれ毎日かき回さなきゃいけないからね、めんどくさいんで、めんどくさいって言っちゃいけない、めんどくさいって言っちゃいけない、愛情込めてかき回せばね、おいしい漬物ができるんだよね。めんどくさがりには向いてない、絶対買った方がおいしいし安いし本当にめんどくさがりだから私。さあさあ、もう時間になっちゃう、もういい時間、もうそろそろかな。今日6時は6時が今日はいないんですね。今日は、いつもの6時からのアキラのようこそハポンのアキラさんがお休みで、今日マイクのここで特別番組、18時半からのアキラさんね、今度は18時半からのアキラさんが16時にちょっとピンチヒッターでやってくださるそうなので、ゲスト私なんだ今聞いた。ちょっと今日の6時からは特別番組をお届けしますので、このままやいず TV でお楽しみくださいね。で、来週の火曜日が祝日なんですよね。なのでやいず TV は来週お休みなので、私の番組は、第5週の29日の火曜日に、今週はちょっと変則的ですがお届けをいたします。休みでしょね、来週ね。ね、今度私このミカラジ TV は10月29日火曜日の夕方17時半からのお届けです。メッセージテーマはまた LINE とかあと Facebook 等でお知らせしますので、ね、ぜひ皆さんメッセージください。今日ねメッセージたくさんいただいてすごい嬉しかったです、ありがとうございます。これ初めて、私とこの前友達がメッセージ送りたいんだけど緊張しちゃうって言っててね、まず言ってて、でプラスあの時のメッセージテーマを今思いついたって言ってたの。要は今週のメッセージテーマが1ヶ月後ぐらいに浮かぶ人もいるんだってことが分かったので、なのでどのメッセージテーマでもいいんですよ。皆さんね送ってほしいんです、あの時のメッセージテーマ今思いつきましたっていう感じで送ってもらえると、またこのミカラジ TV が楽しくなるので、ぜひ皆さんその夏の話なんですけどでもいいし、春の話なんですけどでもいいんですけど、とにかくメッセージね送ってください。すごい楽しみになってますので、ぜひぜひお願いしますね、あきらさん、はい、無理に言う、はい、それでは、ミカラジ TV はここでおしまいです。また、再来週10月29日にお会いいたしましょう。ミカラジ TV でした。バイなら。ごめん、またマイク忘れちゃった。あ、大丈夫。
入ってる入ってる。声がでかいから入ってるかな。そっち行けばいいの。